神経がこう研ぎ澄まされるっていうんですかね、そういう状況じゃないですかね。それにしても本当に体も絞り込まれて、まあ、コンディションはベストですね。いいですね、今のロッキーですよ。マザロ、ただ相手もなかなかよく研究してますよね、はい、あ、相手もキックなかなか研究してます。まともに食ってないですから。さあまずはローキックの連打、田村かなりガードも高く上げてます。あっと、このローキックでバランスを崩したモハメッド。さあ一気呵成に田村が出る。これ逃げられないですね相手。さあ覆いかぶされましたが、ギブアップですね。あ、ここでギブアップですか。決まりました。なんと秒殺ですね。34秒、1ラウンド34秒、スリーパーホールド。いや、うまかったですね。